藤原有平は、平安時代中期の苦行。藤原北家魚名流、中納言、藤原山影の孫。大創図、ジョムの子、叔父の田島助、藤原有頼の養子。官位は、ュ二位、左大臣、増十一位。淡田左大臣、あるいは、までの工事大臣と称す。演技十三年二十二歳で、文章生となる。演技十七年日前場を経て、 延暦18年12月対策に求大し、明けて、延暦19年正月に将内期に任せられ六位蔵人も、兼ねる。延長2年十五位下に助赦。後第五朝では、行部省有、大学頭、自重、式部兼、省有、五位蔵人を歴任した。延長8年鈴鹿天皇の即位後間もなく十五位上、式部省有に助任され、 上平2年左小弁に転じると、上平3年宇宙弁、上平6年生5位下、上平7年左中弁、上平8年14位下と、須雀朝において、弁官を務めながら順調に昇進し、天行4年32県右大弁に任ぜられ50歳に、して苦行に列した。また、犠牲官として、左右大弁に、四季部大輔を検体している。 天略元年千人の参議四人を超えて、十三位、県中納言に任ぜられると、天略二年中納言、天略九年生三位と、村上朝でも昇進を重ねる。天略七年に大納言、藤原元方が皇居すると中納言以上では有平が、最高齢となったが、天徳四年十歳以上年下の右大臣、藤原諸助の皇居に伴って、大納言に昇進し、 アンナ2年には、アンナの変によって失脚した左大臣、源、孔明の後を受けて、右大臣に任せられ、78歳にして、ついに大臣の官職に至った。同年の20歳以上年下の左大臣、藤原諸忠の皇居に伴い、翌天六元年には、左大臣に任せられるが、同年10月10日日死、出家し同日皇居、去年79、 同月20日に出家人ながら11位の異階を増位された。アンナ2年に発生したアンナの変を受けて、右大臣に昇進したが、すでに高齢であったこと、及び変の10日前に自ら所有する淡田山荘に、学者や文人を招いて、少子会を開いていることから、有平は変に関与していないと考えられている。実際に、左大臣、源、 公明の失脚の情報を聞いた、有平の家人が大臣の座が空席になったため自分の主人が大臣になれると喜んだところ、有平は怒ってその家人を追放した。また、大臣人間の定例の祝宴も開催しなかったと言われている。僧侶の子息で五位の初代部の養子という、その出自に比して異例の出世を遂げたこともあり、数々の説話に彩られた人物である。 若年時に倉間寺において、天道から大臣への昇進と調明の予言を受けたという話や、天皇の家門には周到な準備を持って的確に答え、しかも風のを厭わず参勤した話などが小次男に収められている。少子会の際に読まれた漢詩が淡田佐夫少子会詞に残されている。有平が主催した少子会の七層は、有平本人、還元文字、 立花のよしふ古、高品お臣、菅原正則、十四五三、立花の正文だった。以下、苦行部人による。後世においてその末裔を称する者に、あだちなどがある。ありがとうございます。